はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。今日はこちらの花材を使ってアレンジメントを作っていきたいと思います。このね、ピンクのカーネーションがとにかく大きくてすごいんですよ。こんなね、で、なんかちょっとこう枝物とかも入れてピンクだけどかっこいい系のアレンジに仕上げようと思いますので、ぜひ最後まで視聴ください、ご視聴ください、では早速いってみましょう。どうぞ、いくぜ、カモン。はい、今日はね、こちらの器にアレンジをしていきたいと思います。こうちょっとね、変形した牡蠣ですけどね、まあかっこいいアレンジになると思います、では早速行ってみましょう。どうぞ。まず最初にこちらの姫水木を入れていきます。まあ、この姫水木は、まあ、こう枝をねどうさばくかによって随分形が変わってきますね。今回はまあこの器のこの左側にこうちょっと出てるじゃないですか。これを利用してなんか左側にこう、まあ、逆にこれを利用して右に流すって手もあるんですけど、逆に今回は同じように流していきたいと思います。これ枝物はカットの仕方で随分変わるんですよね。まあ、今回なんでこっちを使うか、まあ、こっちを使うかですよね。まあ、今回は少し流れを緩やかにしたいので、こういうカットの方法にしてこちら側を使っていきます。で、刺すときにこのまま刺すとフォームを傷めてしまうので、まあ、ここに割りを入れて、で途中からね切るとこういうふうに細くなりますね。こういう状態でもっと細くしたい場合はここにまた割りを入れて途中でハサミを入れるとこういう細くなります。こうするとフォームを傷めることなくアレンジをすることができます。そしてこの姫水木は溜めるといってこのように枝を何でしょうね、形取っていくことができるんですね、ですからそれをしっかりしてからアレンジしましょう。こういう流れですね。ではどんどんフォルムを作っていきます。あ、姫水木でフォルムを作っていきます。最初につけたこのラインに沿ってなんか肉付けをしていくような感じになります。はい、こっちで姫水木で大体のフォルムが出来上がりました。次にこちらのユーカリをアレンジに入れていきます。ユーカリはあんまり長く出すとこの姫水木のフォルムを壊してしまいますので、少しこう短めに入れていきます。短くと言いましたけど、このフォルムの外に出なければ大丈夫ですね。今回まあこれだと少し長すぎる気もします。ここのフォルムから出てますよね。この辺りは中にこう収めちゃいましょう。さっきからねちょっとユーカリをこう触ってるんですけど、実はね僕ねこのユーカリのアレルギーなんですよ。これな、結構いっぱい触ってると目くしゃみとか止まんなくなってくるんで、今なるべく早くやってます。頑張ります。はい、これでユーカリが入れ終わりました。
今んとこ大丈夫です。頑張ります。忘れてた。グッドカモン。はい、次にこちらのカーネーションをね入れていきます。もうずっと持ってたからバレバレですね。ユーカリやべえ。もうこのカーネーションはとにかくこうなんていうの、迫力もあるしフリフリで可愛いので、まあ、やっぱりあんまりラインというよりはラインで伸ばすよりはこう下でキュートにいってもらった方がいいのかもしれないですね、うん、なんかこういう時にこの器よりちょっと下にこうかぶさるような感じでフリフリに来るとすごく可愛いんですよね。1本ぐらいはそういう配置にしていきましょう。はい、これでカーネーションが入れ終わりました。次にこちらのこのヒペリカムで、ちょっと色の変わったヒペリカムで、なんか色に少しこうコクを出すというかしていきます。はい、こちらでヒペリカムが入れ終わりました。なんかちょっとこうやっぱり可愛くなってきたでしょ。可愛くなってきましたよね。ちょっとアップにして見てみましょうか。なんか可愛いでしょ。可愛い。はい、では次にこちらのスイートピーをね入れていきましょう。はい、これでスイートピーが入りました。なんかこうよりブリブリになってくるんですよ。もうブリブリになってくるんです、スイートピー入れると。このブリブリ感とこの枝物の感じが、まあ、ミスマッチかなと思うんですけど、頭の中で考えるとこれが割と合うんですよ。合うんです。最後にこちらのアルストロメリアでちょっとポイントをつけて終わりにしましょう。はい、こちらでアルストロが入れ終わりまして、これで完成となります。では正面から見てみましょう。はい、こちらのねアレンジメントはいかがだったでしょうか。なんかこうブリブリのね可愛い飾りと枝物ってすごい合いそうな感じがしないんですけど、これ実はね相性のいいものってたくさんあります。でこのブリブリの花材がただのブリブリじゃなくなるっていうか、まあかっこいいブリブリよくわかんないけどそんな感じになります。なのでぜひね試してみてください。今日は皆さんにこのかっこいい
ブリブリのアレンジメントを紹介しました。またね、次回お会いしましょう。 See you next time!